どうもこんにちは、バンでございます。後ろ見てもらうとチラッと窓が見えてるんですけど、まあ夕方になってきました。今日は昨日梅雨入りしたって言うんだけど、今日確かに雨降ってますね。昼間はすごく晴れたんですよね。ワークショップ、今日はレッスンをやり昨日ワークショップやり、今日レッスンやりで、この後ねオンラインサロン向けの配信をやるぜって言って、それまで1時間以上あって、特にあれなんで仕事で書き物とかもあるんですけど、まあいいや、ちょっと動画を作ろうと思って皆さんにお話ししたくて、ね、動画を作っております。今日はまたあのお茶の間の皆さん向けにですね、お話をしようと思ってまして、なんかあの写真撮ってるお友達がやっぱ見に来てくれて面白いね。多分ね、写真を撮ってる人もちろん、写真を撮ってないお茶の間の、マジなお茶の間の皆さんも一部見てくださってるの分かってるんですけど、あのね、やっぱ写真撮ってる人間からしても、写真を撮らない人から見た時に写真を撮ってる人ってどうなんだろうというかね、それをやっぱ見返すことによって、自分が なんで写真撮ってるんだろうとか、いろいろあの自分がやっていることを見直す機会になって、多分面白いんじゃないかなというふうに勝手に思ってますけどね。実際どうなんでしょうね。で今日はね、あの話題はスナップっていうやつですね。スナップってここに出していきましょう。スナップってあのなんだろうな、写真を撮ってない人たちもう耳にする言葉ですよね。スナップ写真っていうのが、例えば運動会もないか、運動会も写真撮影は入るけど、運動会スナップとはあまり言わないので、卒業式、修学旅行とか、学校の行事ですね。学校写真をやっている人にとっては、撮る側の話ですけど、それは学校写真、学校に通っている皆さんにとっては、何か修学旅行とかそういう行事があると、カメラ屋のおっさんがついてきて、でこうバチ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 撮ってくるんですね。で写真をその後で、まあインターネットだったり、昔はあの壁にこう貼り付けて、ナンバーの写真が欲しいって言って注文してってやりましたね。そういうのを、普段の日常生活を、撮って、日常生活というかね、その卒業旅行の集合写真以外の部分をスナップって呼んでますね。でそれをそのスナップという言葉自体はそういうふうに耳にしたことがある方が多いと思うんですけども、僕ら写真をやっている人間の中でもスナップって面白いよ、いいよって言うんですね。で写真のジャンルの中に、例えば風景写真とか、なんだろうな、人物写真って言うと広いんだけど、まあ人物写真、いや難しいな、まあ人物写真でいいかとか、写真のジャンルの分け方っていろいろあって、用途によって写真のジャンルを分ける場合があるんですよ。例えば広告写真っていうと、広告で例えばなんだろう、スーツ会社がスーツを作ったらスーツの写真撮るでしょ。それは一応生物写真扱いになるかもしれないんだけど、広告写真の中でスーツを撮ってるっていうジャンル分けなんですね。要は広告写真という用途があって、物を売るための写真ということですね。でその広告写真っていうのは、例えばなんだろう、家とか撮ってもいいし、商品もちろん撮ってもいいし、人物を撮るのも広告写真に入るんですね。その被写体を、なんていうのかな、例えば芸能人を一人撮る、でそれを芸能人を直接、その人を奴隷市場じゃないので直接その人を売るわけじゃないんだけど、その人を呼ぶといいことがあるよとかね、素敵な時間が過ごせますよとか、そういうことをやるためにその人の宣伝広告のための写真を撮るのも広告写真ですね。ただ商業行為に結びついていると言っていいですかね。まあそうですね、それはだから用途としてそういう風だから、だからそれを商業写真っていう風に呼んだり、広告写真っていう風に呼んだりするんですけど、だったり、あとは撮るものによってジャンルを分けたりもするんですよ。だからなんだろう、山岳写真って言ってみたり、人物写真もいいですよね。別に人間を撮るっていうのは人物写真として撮るもので分けてるのでいいし、生物写真って言って静かなものね、生物写真って言って、ものですよ、物を撮るっていうのもあるし、そういうふうに撮るもので分ける場合もあるんですね。だからあの写真を始めた頃になんとなくジャンル分けが気になって、インターネットで写真ジャンルってこう Google で検索してみたことがあるんですけども、そこの分類表の中にそれが両方混じってたりするんですね。だから分類の仕方が違うものを混ぜるとやっぱり分かりづらいよねというふうによく思ったんですよ、僕は。今もそう思うんですね、もちろん。でその中にスナップ写真っていうのがあって、スナップ写真って何だろうって、特に身近に写真をやる人がいる場合はスナップ写真って何ですかっていう話よくなると思うんですね。でスナップ写真っていうのは結構なんて言うんでしょうね、さっき言った分類の一つ目、その写真の用途によって分けるっていうのはまず合致しないんですよ。つまりスナップ写真の用途って別に何だろう、
まあ、あとでね、お話が出てくると思うんですけど、スナップ写真を使ってどうこうっていうのは、まあ、写真展やったり写真集を出したりする人もいるし、スナップ写真の名手木村伊兵衛とかそういう人もいるんですけども、用途としてのスナップ写真っていうのはまああんまりないですね。というとスナッパーたちから語弊があるぞって怒られるかもしれないんですけども、スナップ写真が目的の場合、写真を撮る側じゃなくて写真を使う側で考えると、スナップ写真を目的を持って撮るっていうことは逆に言うとあんまりないですよ。スナップだもんだって。スナップの説明はこれからしますけどね。で、撮るものと対象として考えた時に、例えばさっき言った山岳写真とか人物写真とか、なんだろう、海洋生物を撮る海洋写真とか、いろいろそういう撮る被写体で分けた時にも、スナップ写真って人間を撮ったりもするし、風景を撮ったりもするし、いろんなものを撮るんですよ。だからそれも当てはまらないんですね。で、スナップ写真っていうのは突き詰めてその2つのジャンルにもはまらないので、じゃあ何かっていうと、僕の解釈ですけど、スナップ写真っていうのは撮る側の姿勢として気楽に撮るっていうのがでかいんですよ。で、いろんな人にいろんなこと、まあ、写真講師をやってるんで、いろんな人にスナップ写真って聞くんですけど、あれは一体何ですかって聞かれるんですね。で、結構いろんな意味合いがあって、まず第一は、今言った僕がまあ一番簡単な説明だなと思ってる、気楽に撮るっていうのがスナップだよっていうのが、スナップの一番定義付けとして楽ちん、説明する側としては楽ちんで、それに対してじゃあ気楽に撮らない写真は何だっていうと、まあ三脚を立てて、きちんと構図を作ってなんだかんだってやる、まあカメラ側だけじゃなくてストロボを組んでライティングしてどうこうっていうのもあるんで、そういうのも含めて作品を撮るっていうのと、スナップを撮るっていうのは分ける、そういう分け方をすると結構写真を撮る側からしても楽っちゃ楽な分類だと思うんですよ。で、どちらも、例えば街並みを撮るにしても、その辺のあんちゃんを捕まえてきてちょっとモデルやってて撮るにしても、スナップ的な撮り方、要は気軽にカメラ手持ちでちょっとなんかいい顔撮りたいからそこ座ってよっつって、で座ってもらって、はいはいっつってパチパチっと撮るスナップ的な撮り方と、じゃあこっちにそういうふうに座ってもらって、顔をもうちょっとだけこっちに向けてもらってとかって、ライトこっちから当てるからねとかっていうふうにやる、例えばメイク線入れてとかね、背景をきちんと作り込んでっていうのは、それもスナップじゃないですよ。それは作品を作る撮り方になるんですね。で、まあ難しいのは言葉の上でもほとんど言葉遊びなので、作品っていう言葉も実際どこからどこまでが作品なんですかっていう質問をされたりするんですね。で、実際ね、用途によって違うし、作品として撮っている、まあ作品もね、別でいくつかお話をしているぐらい、作品っていう言葉だけでもいろいろ細かいというかね、ジャンル分けができちゃうんですよ。だからシチュエーションによって作品という同じ言葉を使っても意味が違ってきたりするので、その辺り非常にややこしいんですね。どうでもいいっちゃどうでもいいんだよ、そんなことはね。と思うんだけど、面白いなと、動画でお話しするには結構面白い話題だし、気になっている方も多いらしいので、僕もまあ結構気になりました。だから今日はスナップというふうに限ってお話ししてるんですけども、とりあえず撮る姿勢として、スナップ写真っていうのは気軽に撮るよっていうのは、とりあえずまあ皆さんが合致するところだなというふうに思います。スナップっていう言葉の語源が、パチンっていう、そのどうもね、シャッターボタンを押した時のパチっていう音のことを、擬音語、オノマトペ化した時にスナップっていうふうになったらしいんですよ。メタリカっていうバンドの、昔の曲でウィプラッシュっていう曲があるんですけど、ウィプラッシュってあれも擬音語っていうのを、そのオノマトペらしくて、ムチをスパーンってやった時の音がウィプラッシュって聞こえるんだって。本当にって思うけど、まあ分からんでもないよね。っていうのと同じで、スナップっていうのはパチっていう音なんだって。だからスナップエンドウがスナップかどうかは知らないけど、なんだっけ、スナップボタンっていうか、ボタンっていうか、なんていうの、ボタンホールがあるボタンの方じゃなくて、プチプチくっつけるあれのなことスナップとか言わなかったっけ。僕服飾の人間じゃないでよく分かんないですけど、まあとにかくこういうプチプチいう音のことをスナップって言うんだって。まあ気になる方はちゃんと調べてね。で、そういうふうにスナップっていうのは、とりあえず気軽にパチパチ撮るやつがスナップ写真だよっていうのと、もう一個ね、ありのままの着飾らない姿を撮るっていう意味で、キャンディットっていう言葉がスナップとまあほぼ同義で使われてるんですね。で、キャンディットっていう言葉はどういう言葉かっていうと、キャンディット写真っていうジャンルの道をスナップとほぼ重なる形で認識されてるんですけど、街角に行って飾らない、まあ、大体他人なんですけど、飾らない街の姿、街の中に人がいる姿っていうのを撮っていくっていうのを、まあ、キャンディット写真って言ったり、英語圏の人たちでスナップ写真も通じるし、キャンディット写真も両方通じるらしいんですけど、
なんかその辺キャンディッド写真っていうとちょっとそのストリートスナップっぽいなっていう雰囲気があるので、そのなんかかっちょいい感じがするからですよ、要はスナップ写真っていうよりもキャンディッドって呼ぼうかっていうのがあるんですけど、それって逆に言うとスナップ写真って言った時のその語義の曖昧さ、モヤモヤーンと周辺がはっきりしない感じを皆さん感じてるみたい、日本だけじゃなくて英語圏の皆さんも感じているみたいで、だから例えばスナップ関係、要はね、あのヘビーメタルの歴史で例えるとすごく分かりやすくて、ヘビーメタルがまあね、ブラックサバスとかあの辺が出てきて、その後でニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタルが出てきましたね。でその後でまあスラッシュメタルとかってこうそこからブワーって分かれていくんだけど、そのやっているバンドのやっている内容とか、その反キリスト教なのかとかっていう立ち位置によってこうブラックメタルが出てきたりとか、そういうのがどん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 分派していったわけですね。それと同じようにヘビーメタル、大きなジャンルで言えばヘビーメタルっていうように、大きなジャンルで言うと気取らずに撮ってるのはスナップ写真っていうことなんですけど、その中でもいや俺はこういう考え方でやってるとか、俺はこういうものを狙ってやってるとか、その精神性が違うとかっていうのでいろんなのが出てくるんですよ。でその中でね、例えばあのスナップ写真っていう言葉の中にはカラー写真モノクロ写真って関係ないんですけど、例えばなんだろう、ハードコアストリートフォトグラフィーっていう言葉が出てきて、ストリートフォトグラフィーっていう言葉はスナップ写真と結構近い部分があるんですけど、でもスナップっていう言葉はあまりにも大きなこと、アコギみたいにアコースティックギターの中にフォークギターがあってクラシックギターがあってとかっていう、その大分類みたいになっちゃってるんですよスナップは。だからその大分類の中で細かく、例えば、街角で本当に道行く人をさっとあのよくも悪くも盗み撮りするような、しかもハードあのモノクロでガリガリした感じに、ハードコアなハイコントラストな感じにするよっていう、それをはい、ハードコアストリートスナップって、ストリートフォトグラフィーって名付けようっていう人がいたりっていう風に、あとはもうまあマジで言葉遊びの世界ですに入っていってます。だからね、結局スナップっていう言葉自体がもやーんとした周辺部がこう曖昧な言葉であるので、なかなかスナップ写真いいよ、僕スナップ写真いいよって言うんですよ。なんでかっていうと、写真の技能で必要なことはライティング以外のことはスナップ写真の領域に全て含まれてると思うんですね。で僕が言うスナップ写真撮るといいよっていうのは、スナップ写真っていうのは風景、山の中に行っても風景写真をかっちりしたかっこいい風景写真、カレンダーに使うようなやつ、いかにもな固定のやつを撮る以外の、その辺の、葉っぱを撮って葉っぱかわいいなとか、水チャラチャラしてていいなとかって、キラキラしてていいなとか、そういうのを自分の感性でこうパチパチっと気軽に撮っていくのを、僕は風景写真ではなくて風景の中でスナップしているっていう感覚でよく撮るんですね。石ころとか撮って楽しんでるんです。でそれと同じように街角を撮っていても、街角で撮るから全部スナップなわけじゃなくて、街角でも例えば三脚を立ててきちんと風景写真として撮るんだったら、それはシティスケープって言ってスナップ写真じゃなくなるんですよ。今度人間が写っていても、街角が写っていても、どういう状況であっても、結局それって撮り方の問題でしょう。で実は慣れてくるとね、写真見てもあこれはスナップとして撮ってるねって、ま、気軽にというかありのままに気取らない形で撮ってるスナップっていうのと、あとはその風景写真として街を撮ってるんだなっていうので結構違うんですね。それは撮る人の挑み方が違うから結果として写真がちょっと違ってくるんですけど、それは正直ね、見慣れないとなんかこうスナップだな風景だなっていうのは見分けつかないかもしれないし、結局音楽のジャンル分けと一緒で、例えばですよ、そのビートルズの CD が、例えばなんだろう、あのブラックメタルの棚に入っていったとして、間違ってね、 CD 屋さんってあんまなくなってきたけど、その店員さんが、 CD 屋さんの店員さんが間違えてビートルズをブラックメタルの棚に入れちゃったとして、で音楽の知識が全くない人がそれを買っていったとするでしょ。その時にこれはなんかブラックメタルっていうジャンルらしいんだけど、なんかとっても素敵なバンドだなって、そのサージェント・ペッパーズとかだとしてね、もちろん、あのもしもアルバムが、それを買った時にジャンル分けっていうのはその写真の素晴らしさを規定しないわけで、ビートルズがブラックメタルだってその人は勘違いしてるとしても、誰からも訂正されなければ、別にビートルズがブラックメタルであってもビートルズの素晴らしさ、音楽の素晴らしさは何も損なわないわけでしょ。だからそうやって考えると、その写真のジャンル分けっていうのは、例えばそれで
写真を売ろうとしている人の都合であったり、それはそれで大事なんだけど、でもあんまり関係がないということなので、皆さんがですね、写真を撮らない皆さんの側からスナップ写真っていう言葉を聞いて、スナップ写真でなんだろうって思われたら、とりあえず気軽に撮ってるやつのことです。かっちり撮ってるやつじゃない、気軽に撮ってる、ありのままを撮ってるっていうのをひっくるめて、写真の世界の半分ぐらいってことですね、要はね、それをスナップ写真というふうに呼んでいますっていうふうに理解してもらえるといいと思います。だから、写真の世界にちょっと入ってみると、いわゆるフォトレっていうのがあって、女の子を公園とかに連れてってパチパチいい感じに撮るぜっていうのがあって、撮っている人は写真撮ったら、人によってはね、撮ったら押したものについては全部僕の作品ですっていう人もいるし、それはそれで、まあ、権利として OK なの、著作権的に OK なんだけど、でも作品としてきちんと撮っているのか、スナップとして撮っているのかっていう分類だと全部スナップになっちゃうことがあるんですよ。例えば公園で女の子一人撮っているって言っても、ジャンル分け的には女の子が一人で写ってるから、まあポートレートかっていう、いろいろ定義付けがあるんで、ポートレートとして成立してるけど、作品かスナップかっていう分類でいくと、まあスナップだよね、でも講義で著作権的な意味で言うと、まあ作品だよねっていう風になるので、ものすごく適当で曖昧な言葉なんです。だからコテコテのスナップっていうと、写真のジャンルの中でそういうのじゃなくて、写真の撮り方としてのスナップ、っていうと、さっき言ったハードコアフォトグラフィーみたいに、ハードコアストリートフォトグラフィーみたいに、森山大道さんという方がいらっしゃってですね、コンパクトなカメラでガリガリのモノクロの、まあ、現像とか焼き方をするんですけど、すごくこう高コントラストが、白と黒しかないっていうと言い過ぎだけど、まあまあでも それに近いですね。ですごくかっこいいデザイン性の高い、しかも街角の、全く知らない人をガンガン撮るというのをやってましてですね、で森山大道さん、みたいな写真っていうと、ストリートスナップっていうと、ああいう感じなんだって分かってもらいやすいと思うので、皆さんも一度森山大道さん検索していただくと、写真の世界の中でいういわゆるスナップっていうのはそういうのを指しているっていうのを皆さん、さっと認識していただきやすいと思います。ただ世間一般と同じところで見ようとすると、スナップっていうと気取って撮ってないやつっていうことになるので、ね、非常に今日もややこしい話になりましたけど、そういう感じでですね、スナップ、何が言いたいかというと、スナップっていう言葉にいろんな解釈の仕方がつきまとってしまうので、スナップという言葉にこだわる意味はあまりないよというところがですね、僕が言いたいところでございまして、だから僕も写真を上手くなる上では、スナップ要は気軽にどんどんカメラを持ち出して、何でもいいから手当たり次第に撮れって言えば、簡単に言うのねって言うんですけど、それはいろんな被写体が限定されない、撮る環境が限定されない、例えば人工光で自分でライティングして撮るのはもうさすがにスナップとは呼ばないので、太陽の光がどんどんその時間帯によって変わるし、夜になったら夜になったで人工光、街の光がもうそこにあるでしょ、自分で動かせないってこと。だからそれに対して自分がどう対応して撮るのかっていうのが、写真を撮る上でそのいろんなバリエーションがどんどん試せるんですね。その上ではいろんな、なんて言うんでしょうね、経験が積みやすいので、どんどんスナップするといいよっていうふうにいつも教えてるんですね。だからそういう意味で、まあ気軽にどんどん撮りますよっていう意味で、スナップという言葉を捉えていただくといいかなと思うし、最初の話に戻ると、修学旅行に付き添ってくれたカメラ屋のおっちゃんが、カメラ屋写真館のおっちゃんが、スナップ写真って撮ったやつは、確かにカッチリした集合写真はスナップじゃないですね。あれはカチッと三脚を立てて、まあ、作品と言ってもいいでしょう。集合写真綺麗に撮ってるやつ、あれも型の世界なんで、きっちりした写真、それ以外の皆さんが、なんだろう、自然に過ごしているところを撮った写真っていうのはスナップ写真っていうふうに分類されているので、非常に理にかなっているなというふうに私も思います。そういうわけでですね、スナップ写真という言葉は非常にややこしいんですが、これもまあよく聞く言葉だと思いますので、皆さんもそのあたり、覚えておいていただくと、カメラをやってるおじさんと話が多少は通じやすいのかもしれないなというふうに思います、ね、長らくお聞きいただきましてありがとうございました。また何かこういう話しますからね。質問も待ってます。それではまた。